わー、くしゃくしゃ。なに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 、お、ツイッター、なんだこれ、通知か。え、ツイッターのトレンドで問いそろじゃ。なんでだ、あれまさか今日も結果出たんかこれ。あ、22日言ってなかったっけ。あ、今日も結果出てんのかこれ。え、トレンド入ってんの、すごいな。え、ちょっと見てみるか。うわ、投与結果もう出てもうたんかこれ。うわ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 、ちょっと気になるけど、でもトレンド入ってるってことはこれ1位になったんちゃうの。え、ちょっと待って、アプリ起動してみるか。うわー、これだと多分1位になったよね、トレンド入ってもんな。うわうわ、えらいこっちゃえらいこっちゃ。よいしょ、もう結果出たもんと思った。だって22言ってたからな、もうちょっとこんな早く来ると思うんだったわ。うわー、でもだってトイソルジャーや、ついにリーダースキンっすよ、だって。言ってみたらドロシーとかフォルテとかムーンアルミラージュ、ダークジェネラル、あの辺にもうしっかり肩並べるわけやろ、トイソルジャーっていうカードが。もう日記人気カード出世したら俺のおかげやぞ。でもあれですよね、よう考えたら、その、もう、リーダースキンとしての、その、ちゃんとしたボーイスだったとか、マッチングした時の掛け声とか、どんな感じなのやろ。ようこそ、夢と希望の戦いへ、みたいな。とか、ちょっとかっこめに、お前を俺が倒してやる、みたいな。ちょっと、その結構ベタなセリフが台本で来るんか、その再現部の人何も聞いてないからさ。で、あと、新カジュの時は、やっぱりずっと、ちょっとその、こう、トイソルジャーのさ、アニメーションがこうやってガーって入って、ちょっと新顔っぽくなるみたいな、こうギガギガみたいな。てか、そうね、プレミア出てるんだったらさ、要は完全にその別カードとしての、まあ、またその真ん中と違う声の取り直しもあるわけだから、アフレコ結構大変ですね。結構俺も声優業痛くついてきたな。まあ言うても、でもあんだけ動画で宣伝しましたからね、ってほぼ毎動画で、まあ、トップに乗っけてダウンロード促進までしてやで。それはみんな言ってくれたやろな、ほんまにありがたいよこれ。いや、これ分かってても、なんかみんな緊張すんな。女しかおらんやん。